難しそう。メラキッズクラブ、たけるです。サピアです。おじさんです。先生、今日は何を使いますか？これを使います。恐怖ドキドキクラッシュ人体模型。なるほど、これを使って手術の練習をするんですね。イエスそれじゃあ早速手術開始。日本最先端の臓器移植手術を成功させるチームミルキッズ。これは彼らの栄光と挫折の物語である。このゲームは内臓パーツを人体模型にはめていくゲームです。はい。手術を失敗するとどうなるんですか？それは秘密です。なるほど、じゃあ早速中を開けて見てみましょう。なるほど、このカードを引いて出た内臓をそーっと人体模型に入れていくっていうことなんですね。それじゃあ早速やってみよう。じゃあまずはイージーモードでやってみます。緊張感はおる音楽だね。セーフ。じゃあ次、たけるくん。難易度1だって。あ、書いてあるのね、難易度が。たけるくん難易度高いやつですね。ちょっとうるさくない？そう、左肺ですって。おー、うん、なんかね、これで OK。 よし、じゃあ次あ、引いちゃったじゃあ混ぜますかね。お兄さん、引きます。じゃじゃーん。読んでねえや、自分で。じゃあ、心臓パーツ戻してきます。あれ、はい、書いた、これ。あ、なんかずれてるな。これ一回肺を外して入れなきゃいけないのかも。はっはっは。やばい。これこれ。で、肺を戻す。奥やだね。奥やだね。お兄さんセーフ。じゃあ次、さくらちゃんの番です。膀胱パーツ。膀胱というのは、うん、尿を蓄え、体の外に排出する役割を担っている臓器だと。おしっこのタンクってやつですね。あ、ここ。あ、意外と、はい、簡単だった。おお。お、あ、心臓。ちょっと出た。でもなんかセーフみたい。よし、じゃあ次サケちゃんいきますか。あ、違う、お兄さんだ、ごめん自分の番飛ばして。なんという卑怯なこと。脾臓パーツを戻せ。よくだって赤血球除去したりする臓器だって。はい、ありがとうございました。どうなるんでしょう。ね、意外に簡単だった。うまいね。じゃあ次、たけるくん。よかったね。そう、本当だ。難易度が全部揃って。おお、うまいうまいうまい。じゃじゃん。左手パーツを戻せ。ゆとりね。あ、でも。いやー、やーったー。読んだ。何ですか。うわ、難しそう。あ、電源切れたのかな、これ。腎臓パーツ。え、難易度1って書いてあるけどさ、うん、これ2つ肝臓と胃の奥だから、これ外していかなきゃいけないんじゃない、ひょっとしたら。そうだね、外さないといけない。うん、だったらね、そう。何これ、はまんねん。いいんじゃない。あ、いいか、入るよ。バこれはきついぞ。精神力を削っていきます。あ、でも全部収まりましたね。よかった。よかった。あれ、ごめん。パーツ。あ、やばい。おー、よっしゃ、さくらちゃん
あ、やばい、これこれやばいよ、これこれは上のパーツ外さないとダメじゃん、またはいはい、そこでもう終わりじゃん。2つあるよ。わーおじゃーおい苦労せている頼むい。おお、すごい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 。さあ、たけるくん。え、でもやだよ。あれ電源切れ。おお。でも難易度2だよ、これ。あと2枚。中の記事リーズ。左入りね。僕が終わり。うん、まあ、やっぱり。あー、やばい、どんどんパーツが忘れていく。やばいぞ。モニ頑張ったからやめて。よし、やっぱり最後。最後。難易度。最後、あばら行きましょう。おー、手術成功。手術成功しました、先生。というわけで、せっかくだからちょっとこれ、手術失敗したらどうなるか見てみましょうか、うん、さあ、揺らすとどうなるのか。あれ結構これ、全然反応しないんだよね。あれあれ何かをグラグラしながらドーンってはめてみた。すげえ丈夫なんだけどね。え、これ、どういうことこれ。おやだ、逆にびっくりしたわこれ。イージーモード簡単なのかなこれ。簡単で、ね、というわけでね、とりあえず手術は成功でした。またね。どうした？あ、死ぬの？すいません。どうしたどうした？持病の、全身内臓バラバラ病が先生、僕を手術してください。このままじゃ、誰が助けてください。というわけで、先生、こんな感じになっちゃいましたけど、よろしくお願いします。ブーチーサルマス先生、というわけで、今回はハードモードでいきましょうね。では、ハードモードオン。手術開始します。一発を戻せ。一発でやる。怖いんだよ。先生、僕の言いちょっとはまってなくないですか。うん、はまってないね。あ、はまった。おお、ありがとうございます。めっちゃ怯えてる。ドクンドクン。うるさ。すいません。やったらハマった。ありがとうございます。はい、じゃあ次。右足。はい、次。はい、右手。お願いします。あ、先生、お願いしますよ。めんどくさい。いや、僕の体直してくださいよ、早く。たるそう。タルソー先生。うわぁ、心臓が先生。手術失敗。やったね。はい、というわけで、今日はドキドキ人体模型で遊んでみました。俺の顔てか、生きてたの。あ、見ないでくれ。はい、というわけで、今日はドキドキクラッシュ人体模型で遊んでみました。先生、いかがでしたか。こいつ死んじゃう。いや、うーん。さくや先生、今日の感想はいかがでしょうか。ハードは、うん、イージーよりかなり激しいということか。難しさが激しいということですね。みんなもやってみてね。バイバーイ。バイバーイ。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。